い、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに一番くじ引いてきました。いや、めっちゃ久しぶりだな、店頭で引いてきたのは。まあ、一応ね、今回引いてきたのはドラゴンボール VS オムニバスブレイブ、はい、こちらですね。うん、これはね、ちょっとね、自分本当引きたかったんですよ、自力で。で、開催店舗がね、セブングループですよね。うん、で、イオンとか、それはね、昨日からとかやってたらしいんですけど、セブンイレブンはね、本日からみたいですね。はい。で、地元のセブンイレブンで私は引いてきました。はい。で、何が出て何回やったかっていうのをね、まずお教えしたいと思います。じゃあ、とりあえずね、うん、その何枚引いたか、はい、まあ剣を数えながらね、剣を数えていきたいと思います。はい、まず1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20と、はい、実は20回引いてきました。はい、いや、もうね、最初からね、まあ、この20回ぐらいは引こうかなと思ったんですよ、余り具合によってね。うん、で、自分行ったらね、まあ、何回か引かれてましたね。まあ、20回ぐらいは引かれてたのかな。うん、同じぐらいを引かれてたかな。うん、で、解消がやっぱ結構残ってたんですよね。うん、だから20回ぐらいやんないとフィギュア取れないかなと思ってね。まあ、一応狙いは、C 賞のスーパーサイヤ人悟空とブルマ。うん、ブルマが特にね、ちょっと良さげだったんで、これだけは欲しいなと思ってたんですけれども、まあ、果たしてね、その2つ引けたのかどうか。そうですね、解消の方からね、うん、見ていきたいと思います。はい、ではね、最下位の相性ですかね。はい、こちらタオルになってます。それが何個か、はい、いきます。はい、じゃじゃんとね、まあ、絶対解消は入るよね。うん、まあ、ラインナップはこんな感じですよね。うん、ラインナップ見て選んでは来なかったです。うん、そのセブンイレブンがね、よく行くところなんで、うん、あのオーナーともね、顔見知りなんですけれども、うん、ちょっとね、20回って言った時に、え、20回って聞き返されましたからね。うん、で、はい、まだありますよね。はい、3枚目。はい、4枚目で以上ですね、タオルは。まあね、この、うん、悟空とフリーザはね、何気にいいですよね。うん、まあ、この四角、全部四角でも良かったかなと思うんですけれどもね。うん、あんまね、ちょっとレジも並んでたんでね、うん、あんま選んでる余裕はなかったんで、はい、適当に選んできました。はい、続いて相性ですね。はい、相性はクリアキーホルダーになってますね。うん、これは私もね、初めての、うん、賞なんですけれども、クリアキーホルダー。はい、じゃあ、それが何個かね、はい、何個出たか見ていきましょう。はい、クリアキーホルダー全6種で、まあ、ラインナップはね、こんな感じで、まあ、これはブラインドなんでね、後で、うん、開封したいと思います。
はい、まずね1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つはい以上です。8個も出やがったH 賞8個も出たね。いやほんとね会賞が結構残ってたんですよ。まあ、店舗を選ばなかったんですけれどもね、他の店舗回ろうとも思ったんですけど、めんどくさいなと思ってね、はい、いや結構引いたね。8、全6種だからコンプリートいけるかな、まあ後で開封しましょう。はい、続いて G 賞ですね、G 賞はタンブラーですね。はい、タンブラーが何個出たかいきます。はい、1つ2つ3つ4つ5つ6つはい、ということでね G 賞、はい、G 賞がなんと6、はい、でこちら全5種となってますね。これもブラインドです。はい、全5種。いやー ここまでこれで会賞何個だ。この時点でもう18種なんです18個なんですよ。会賞18個も引いちゃって、いやもうほんとねやばいと思ったね。もう最初ほんと会賞しか出なくて15枚目まではねほんとずっと会賞だったんですよ。ああ終わったと思ったんですよね、この時点で。フィギュア1個も引けねえで終わると思って、ああもう30回目突入かなーとも思ったんですけれどもね。はい、で続いてがもう上位賞になるんですかね。はい、まあ上位賞の部類に入るのか分かりませんけど、F 賞がビッグメタリックシート、はい、こちらが全一種で B3 サイズの、まあ、メタリックなシートですよはい、そちらは出ませんでした。はい、まあ、一応ねお見せするとこういうやつですね。はい、まあちょっとどんなものかっていうのは見たかったんですけれどもね。はい、で次からが E 賞ですね。 E 賞のブルマが引けたかどうか、ほんとね E 賞狙いですよ、ほんと今回は。はい、 E 賞引けたのかどうか、うん、はい、出ました。引けましたね E 賞。いやマジで引けないかと思っちゃった、全然価格収まってないけれど。はい、こんな感じでね E 賞のブルマ引けました。もうこのねパッケージ見た感じだとめちゃくちゃ出来良さそうなんですよ、うん、でこの格好のブルマってなかなかないなと思ってね、ありそうでなかったなっていう。しかもヘルメットもついてるしね、これはいいと思って、うん、アソートは、2個あんだよね、うん、ワンロットに2個なんで、ですでに1個引かれてたんですよ、うん、でブルマあるのも確認してね、うん、まあ、引いたっていうのもあるんですけれども、はい、でとりあえず E 賞ゲット。続いてが、D 賞ですね、D 賞がフリーザフルパワーフィギュアですね。はい、こちら引けたかどうか、はい、引けませんでした。まあ引けませんでしたっていうかね、あと1個なんですけれども、はい、まあ、一応ねどんな感じかって言ったらこういうやつですね。はい、いやこれもね、3番目に欲しかったです、フリーザは、うん、なのでね、あわよくばね、うん、3個20回やれば3個出るんじゃねえかと思ってね、うん、やったんですけど、うん、フリーザはゲットできませんでした。一応ね店舗にフリーザは1個残ってたかな、うん、全部アソート2個ずつだったのかな、ワンロットに。フリーザは残ってましたね、うん、でも引けませんでした。はい、で続いてが、C 賞スーパーサイジン孫悟空フィギュア、こちらも狙いだったんですけれどもちょっとパスしますね。で、B 賞のオレンジピッコロ、はい、こちらは引けませんでした。はい、まあ、これも、まあ、気にはなってましたけどね、うん、結構筋肉隆々で造形もすごい感じだったんですけれども、27センチ、結構ビッグな箱だと思うんですけれどもね、はい、引きませんでした。
残るは A か C です。さあどっちが引けたか、いきます。ダーン、出たぜ C 賞、マジで嬉しい。これはいや、あのね、ほんとね、最初に15枚目引いて解消で16枚目ぐらいで C 賞だったんですよ。うわよかったと思ってね。でその後めくって18枚目ぐらいでブルマだったんですよね、うん、なのでめっちゃ良かった。はい、こんな感じでね、めっちゃかっこよさげなんだよね。まあ、このシーンのねフィギュアはいっぱい出てるんですけれども、こちらの出来がどうかっていうのはねすごい気になってたんですよね、うん、見た目はめっちゃかっこよさげなんですけれども、はい、これは楽しみです。ということでね、この A 賞の孫悟飯ビーストフィギュア、こちらはね、ゲットできませんでした。というよりね、まあ、そこの店舗 A と B が、全部なくなってました、はい、なので、まあ、A と B はないのも確認しての挑戦だったんでね、はい、よかったです。ということでね、じゃあ早速ねフィギュア開封していきましょうか。はい、ではね最初に E 賞のブルマフィギュアから開封していきたいと思います。はい、ブリスターの状態はこんな感じですね、うん、ちゃんとブリスターに入っててよかったね。段ボールで包まれてたらどうしようかなって。ちゃんとしたブリスターです。はい、はい、開封しました。では見ていきましょう。こちら、やばい、これね、本当申し訳ない、これはブルマの決定版ですよこれいやこれマジすっげーよくできてる。いやこれマジいいな、やばい、似てるしね、うん、造形も完璧、この宇宙服もすっごい再現度高、このヘルメットもね中がちゃんとね、うん、こんな風に作られてるんですよ、うん、すっげえこれ、いやこれマジか、完全にあの漫画のね、うん、やつを立体化したって感じ。まあ、フィギュアはねこうやって立体的に見れるっていうのがいいですよね。こんな感じだったのかっていうのもありますし、いやすげえこれ。しかもブルマのねこのインナースーツが青だったっていうのもね、うん、知りませんでしたけれどもね。しかもねこっからちょっと見えるね胸の造形もちゃんとできてるんですよ。すげえと思って、うわこれいいな、いやマジすごいな、これはちょっと感動で、こちらが補助パーツですね、うん、はい、こんな感じで、マジやべえこれ、これは良かった引けて、はい、続いてね、悟空のフィギュアを開封したいと思います。とりあえずねブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、悟空ブリスターの状態まで持ってきました。いやでかいなでかいです。とりあえずねあのブリスター回転します。という感じですね。では早速ブリスターからも取り出してみたいと思います。はい、開封しました。ではね、見ていきましょう。こちら。はい。いや、でかくてね、画角にちょっと収まらないんですが、うん、これね、首から下のね、造形はね、めっちゃなんかこう筋骨隆々でね、
シワの造形とかもすごいですねこれね。で道着のこの破れ方もめっちゃすごい派手、で全体的にね、艶消しなんで安っぽくは感じないですね、この背筋とかすごい筋肉の造形が凄まじいね。で肝心のお顔です。あのねこれはちょっとがっかりちょっとね、モースなら目がおかしい目もっとさシャープな感じじゃない、細くて、なんかね広くて狭い、これはちょっと似てないね。いやちょっとこれがっかりだな。もっとさ目こう眉尻の方までなきゃおかしくねって思うんだけど、で目のこのね幅もちょっと広すぎるかなってね、なんか全体的に変なんだよな、SMSP とかね良かったのにね、それを見習って顔も作ってくれたらよかったんですけどね、そしたら完璧だったのにな。ちょっとこれ残念だな。ただね本当見る角度によってめちゃくちゃかっこいいです、これ角度限定だな、この角度だったらめっちゃかっこいいけどね。これこのフィギュア、悟空のフィギュアに限ってはこれ角度限定です角度限定ならありです。ただ全体的な顔を見ると残念、これはちょっと残念だな。まあ結構ねブルマ以外だとこのサイヤ人狙いの人多いと思うんですけれどもね、スーパーサイヤ人悟空、まあ人によってだろうな、あんまね否定的な意見言うとね、低評価を犯されちゃうんですけれど、いやでも率直な意見としてね、とマジでちょっと顔どうにかしてほしかったな。目広すぎだろう、もっとにらみきかしてシャープにねしてほしかったな、ほんとこの角度限定になっちゃってる、この角度限定で作った感あるね、でこっちの見えない部分はどうでもいいかみたいな感じでね、いやーちょっと全体的に丁寧に作ってほしかったな。まあでもかっこいいですよ、角度限定ですけれど、はい。でこちらにも補助パーツつけますね、はい。感じですかね。ではね、一応最後にね、回転台座に乗せたいと思います、ブルマと悟空はね、はい。その前に、ブラインドもの開封していきましょう、はい。ではねこの G 賞のタンブラーからね開封していきましょうか。まずラインナップ見てみようか、ビーストご飯にオレコロさんで悟空フリーザブルマですね、だってこれだったら悟空とフリーザ欲しいですね、はい、はい。ではいきます、1個目、せーの、あ、悟空やった、早速来た悟空。いやほらねこのイラスト見るとさっきの悟空とねこの目の輪郭が全然違うよね、これ細いじゃん。また掛け合いに出させてもらいますけれど、ほら全然違うよね。いやーちょっと残念だな、なおさら残念に見えてくる、こっちの絵の方の悟空見ると、こう角度変えてもこの細さだけはどうにもなんないな。はい、続いて2つ目、いきます、せーの、おー、フリーザいいですね、順調に来てます、はい。3つ目、
きます。せーの、あ、俺コロさんですね。はいはい、4つ目、いきます。せーの、ビーストご飯もうかぶりなしです。これでブルマが来たらフルコンプですね、よし来い、ブルマ。せーの、あービーストご飯、はい、ラスト1個、頼む、ブルマ来てくれ。せーの、あービーストご飯コンプならず。はい、ではね、続いて H 賞ですね。こちらのクリアキーホルダー、これ全6種なんですけど、8個あるんでね、コンプリート狙いでいきたいんですけれどもね、まあ、最低でもこのスーパーサイズの5個は欲しい。はい、これどうなってんのか分かんないけど、とりあえずこっからよいしょ、はい、いきます。せーの、全然分かんない、はい、こちらですね、いざナメック星の場面ですよね。はいはい、いきます。せーの、バン、あ、来た、悟空、めっちゃこれイラストかっけえじゃん。このクリアキーホルダーめっちゃかっけえ、これはいいね。はい、3つ目、せーの、バンバン、お、これまた持ってない、はい、亀仙人と悟空、いやこれもイラストいいね、うん、鳥山明先生っぽい。はい、4つ目、せーの、バンバン、思ってないね。はい、ブルマクリリンご飯、はいはい、5つ目、せーの、バンバン、お、義勇特選隊、いいねいいね。はい、残り3周、残り3個を持ちまして、あと1周です。はい、これいけるでしょう。いきます。せーの、バン、あー、かぶりだけどいいねこれはね。はいはい、7つ目、せーの、バン、あ、持ってる、やばい。はい、残り1個なんですけれど、これですね、これが来てない、いやマジか、あと1個、これでラストです。来い、コンプリートはしたい。いきます。せーの、バン、最悪や。はい、ということでね、今回の一番くじは、20回やってフィギュアは2つですね。まあ、10回に1回って感じで考えれば普通かな。まあ、ブラインドものもね、コンプリートはできずと。まあ、ちょっと悟空の出来がね、まあ、10点中6点かな。ブルマは10点中11点ですね。はい、ということでね、ブルマと悟空はね、それぞれ回転台座に乗せて見ていただきたいと思います。ということでね、今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。